ダイアナリグは、イギリスの女優。イギリスのテレビシリーズザ・アベンジャーズでのエマ・ピール役、007シリーズのボンドガール役、近年では、ゲーム・オブ・スローンズのオレナ・レッドワイン役で知られている。ロンドンとニューヨークの両方で映画と演劇で、多くの作品に出演し、1994年のトニー賞で最優秀女優賞を受賞。長年の演劇。 ドラマでの活躍が認められ1988年に大英帝国勲章の CBE 勲章。1994年にデームを受勲している。イングランドサウスヨークシャー州ドンカスター出身。子供の頃は父親の仕事の都合でインドに住んだこともあった。ロンドンの王立演劇学校で演技を学び、1955年にデビュー。1959年から数年。 ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーにも参加した。1965年より、テレビシリーズザ・アベンジャーズに出演、番組のヒットにより一役スターとなるが、プライバシーがなくなったこと、ギャラが不当に安かったことなどが原因で2年で降板した。その後も、テレビと舞台で活躍する。1969年、007シリーズ、女王陛下の007のボンドガールに選ばれ、 トレーシー・ディヴィンチェンズを役を演じた。1994年、演劇、ドラマでの長年の活躍が認められ、デームの称号を授与された。同年、舞台、メディアで、トニー賞を受賞。その他にも、バージニア・ウルフなんか、怖くない、ホーリーズなど様々な舞台に立ち、高い評価を得ている。2013年、ドクター・フーのビクトリア朝時代の、シンクの恐怖というエピソードで、 娘のレイチェル・スターリング、マット・スミス、ジェナル・イーズ・コールマンと一緒に出演した。このエピソードは彼女と彼女の娘のために特別に作成された。母と娘が同じ作品に出演したのは2000年の NBC 映画《インザ・ビギニング》以来であった。同じ年からリグは HBO シリーズのゲーム・オブ・スロー・オンズに出演し始め、マージェリー・タイレルの父方の祖母である。 ウバラの女王オレナレッドワインという基地に富んだ貴族女性の政治家を演じた。この役の出演が評価され、エミー賞にノミネートされた。1973年1973年にイスラエルの画家マナヘム・ゲフェンと結婚するが1976年に離婚。1982年に舞台演出家のアーチー・スターリングと再婚するが1990年に離婚。 1977年に生まれた娘のレイチェル・スターリングも女優になった。2020年9月10日、82歳でロンドンの自宅で亡くなった。自身の娘であるレイチェルによると、リグの死因は癌であり、3月に診断されていたという。ありがとうございます。